こんばんは。結婚してピカピカ、お疲れ。え、まだあるのこの嘘のようなわって。ありがとう。お疲れ。こんばんは。やっほー、中村舞です。ヨーグルト飲もう。飲もうヨーグルト。こんばんは、こんばんは、中村舞です。ピカピカありがとう。ハートもありがとう。ダルマもありがとう。今日はコメント見れるかな。え、見れる見れる。こんばんは、中村です。皆さんお疲れ様です。よいしょ。結構はみ出てる。あ、服今日2着はみ出てるわなんかあのクローゼット毎日開けるからさ、何かしらははみ出る。2着はみ出ました。こんばんは。7日まで？あ、そうなの？嘘だよーって。いつまで嘘ついてんだー。え、出てて。クラッカー、ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。あとちょっとだよーん。でこのさ、嘘だよはさ、なんかどうにかなるの？投げたらなんかポイント制なんですか？なんかそういう感じなんですか？結婚してありがとう。ピカピカありがとう。特に意味はないみたい。何もない。何もないんだ。何これ。あ、ポップコーン、かわいい、ありがとう。へえ、何もない。応援してる、ありがとう。ここもありがとう。うん、ひまたぎ配信するかしようと思うんですけど、多分遅くまではできなくって。そう、あの誕生日の日にあの結構朝早くから仕事に行くんですよ。なんで多分遅い時間まではしないんですけど、やるはやろうかなと思ってます。そうなんだ。おめでとう、ありがとう。オールで？いやー、そんな元気があったらいいんですけどね。私ね、絶対オールできない人なんですよ。もうオールしたらその日の、そのオールして朝迎えてその日の昼ぐらいにはもう本当に体力がないので、もう寝ちゃうんですよね。なんでオールは絶対できないから
ちょっとは寝ないとやっていけない。いやさ、なんかさ、いや若い頃はなオールできたんだよなとか、そういう人生でもないんですよね。もういつでもオールは無理。本当にめっちゃ寝ちゃう。夜更かしは得意、でもどうだろう、最近そうでもないんだよね。本当になんかさ、お風呂に入る体力が残ってない。もう本当に家に帰ってきてもお風呂に入る体力が残ってないから、なんかお風呂に入って出てすぐ寝れるんだったらいいですけど、お風呂に入った後が大変なんですよね。髪を乾かしたりとか、もういろいろ塗ったりとか顔に。夜行性ってほどでもないけど、朝と昼と夜どれが好きですかって言われたら夜の方が得意。ちゃんと起きれる。そう、くまちゃんありがとう。なんかさ、オールとかしたらさ、反動でめっちゃ寝てしまうよね。もうすごい深い眠りに落ちて。ピカありがとう、ハートもありがとう。今日ね、夢にねゴキブリが出てきたんですよ。なんかさ、ちょっと変な話すいません。夢にもうどでかいゴキブリが出てきて、もうこんなゴキブリが出てきて、でなんかゴキブリ、私夢占いとかよくやるんですけど、ゴキブリが出てきた夢とかで検索して、そしたらなんかゴキブリはなんか対人関係とかなんかトラブルに巻き込まれ、なんかよくわからんけどなんか悪いことがいっぱい書いてあって、でしかもそのゴキブリのでかさで危険度がどんどん上がるみたいな、でかければでかいほど危険みたいなの書いてあって、G って言ってください。OK。G ね。ゴキブリと勝負した。いや、それがね、なんかわからんけど、うちの犬もおったんですよ。ももちゃんとココちゃん。で、なんかココちゃんがゴキブリと勝負して、G と勝負して、ゴキブリ言っちゃった。G と勝負して、で、なんか、負けたんですよ。で、なんかその、負けて、なんかね、もう、なんだったっけな、なんかね、夢占いで結構悪い感じのことが書いてあったんだよね。いや、占いも信じないんですけど、夢占いとかはね結構信じます。負けました。もう今日の夢はめちゃくちゃ気持ち悪かった。あんたありがとう、嘘だよ。ありがとう、定期的に嘘だよが来る。ありがとう。ワンちゃんに会いたい。すごい、お誕生日おめでとうってくるのなんか新鮮だわ。ありがとう。あさって？早すぎやろ。
っという間すぎ。ネイルまだしてる？いやもうネイル取るよ。見納め。なんかさ爪さ見て伸びてきたの、わかる？あんまり見えんね、これ。え、伸びてきたんよ。そう、もう取る取る。からさね、若干伸びてる。成長を感じます。かっこいい、ありがとうね。生きてる？生きてます生きてますよ。そう、もう取っちゃう。また新しくするわけじゃないんですけど、オフだけします。あれです、20日にあのドラサンコンサートがあるんですけど、そのドラサンコンでみんなで菜の花色のネイルしようって言ってて、で黄色にするしたいんですけど、沖前公園は黄色じゃなくしたいので、なので一旦オフだけして、でまた20日までのどっかで黄色にできたらいいなって思うんですけど。そうなんです。揃うかな。ちょっといけなかったらもう自分でこうやって塗るわ、黄色買ってきて。言っちゃっていいやつ？うん、全然。あのドラさんのみんなで話し合ってた、そうしようよって。ライハートありがとう。すごい生きがいありがとうございます。生きがい、そう、今はドラサンコンとかいろいろしてる。ドラサンコン、ひなさんの卒業コンサートもあって、なんかね卒業コンサートのね、みちさんの卒コンの次の日にね、今度またね卒業コンサートのレッスンしてたの。もうなんか余韻に浸る暇もないままどんどんみんなが卒業していくってのを実感して、なんか本当に切ない。いやそうですよ、なんかうん、時間がもうすぐ来るっていうか、なんていうか、うん、一息つく暇もないくらい、そう悲しむ余韻を与えられないぐらい本当に次々と準備もしないといけないし、なんかいろんな感情になる。続きですね。なんかあれですよね、4月ってさ卒業4人もいるんだよね。
考えらんないんだけど。ないよね。感じますね。すごい。ありがとう。4人ってか3人か4人ん3人5月にひなさんとんココアさんあココアさんは壮行会ですよ。ココアさんは壮行会です。なんか変な感覚だよね。学生のやつ、え、ココアさんの、え、なんかさ、めっちゃわかる。なんか壮行会って言ったらさ、私学校の部活のさ、あのなんか大会とかに向けて、なんかみんな生徒が並んでそれで頑張ってくださいみたいな、あの壮行会、そのイメージがあるんですよ、壮行会ってそう、なんか運動部の人とかがさ、めっちゃそう、あ、総体、それ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 のイメージある。いやね、ココアさんはね、なんかね、もうすごく明るいんですよね。本当にすがすがしいぐらい明るくってね、本当にね、無邪気なんですよ。なんかうちのお姉ちゃんとかもココアさん好きなんですけど、ココアさんがお姉ちゃんどんな反応してたみたいな聞いてきてなんかもう本当に無邪気だな、うん、みんなんかもう悲しんでますよってそりゃってでもえ本当に悲しんでたみたいな感じなんですよ。頑張るけみたいな、本当にもう気持ちがもう前を向いてて、今なんかすごいあくびみたいな音聞こえてきたお姉ちゃん。よかった、ありがとう。いや、そうなんですよ。しかもね、この間もなんか荷物の中にマレーシアのマレー語の単語帳みたいなの入ってて、でなんか喋ってたんですよ、マレー語かな。いや、もう準備してるんだなと思って。レッスン受けて、え、オンラインレッスン受けてるって言ってた。いや、すごいよ。すごくない？本当に。なんかさ、言葉も通じないさ、ところにさ、日本語通じないんでしょ？いつ通じるのかな？だってさ、マレー語ってさ、絶対知らんじゃん。習わんけさ。英語とかは習うけどさ。ゼロからのスタート。
広島からクアラルンプール直行便あるの？え、わかんない、行きたい。でもでもマレーシアめっちゃご飯美味しいって言ってた、うちのお母さんが。なんかうちのお母さんがなんか昔シンガポールになんか社員っていうかその同じ職場の人と旅行しに行って、でなんかシンガポールとマレーシアって近いのかな、なんか近いみたいなの聞いたんですけど、でなんかマレーシアも隣かなわかんないけど行ったらしくて、そしたらマレーシアのご飯がめちゃくちゃ美味しかったって言ってて、隣なのか、そう、マレーシアめっちゃご飯美味しいのよって言ってた。メインは中華。え、そうなの？私行ったことないよ。どこにあるか知ってる？どこにあるか？あっち。どこにあるかか。あのでもアジア、アジアですよね。え？地図？あの地図を出す時が来たか。え、乗ってんのかな。地図帳。ごめん、世界地図もね、この後ろにあるんでね。これですね。はい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 。これの、ここや。え、見えるかな、こっち見えるのかな、ここ、この辺、マレーシアって書いてある。なんかあれ、どこだ、どこだ、あれあれ、どっか行った、あった、あったあったあった、あ、なんか島？え？島？島ではないよね。半島？半島ってなんなん？半分島みたいな感じ？島？島？半島？半島？マレー半島？島っぽい感じ。なんか結構こうこうなってるとこのここにありますね。全然伝わらん。まあ遠いよね。んー、どうなんだろう、飛行機でどれくらいなんだろう。愛媛では佐田岬半島、はい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 、あ、そういうこと、飛び出てるところ、なるほど。マレーシア、ほんとだ、シンガポール隣だ。あ、なんかさ、このさ、おっきいさ、ここら辺にさ、住んでたらさ、車とかあったらさ、別のさ、国とかにさ、行けたりするもん？そんなことはない？なんか日本とかはさ、絶対にさ、あの、飛ばないとさ、もう日本でさ、ポンってさ、島みたいな感じじゃないですか。
国境があるよ。国境にゲートがある。そうなの。その地図学校で使ってたの。そう、これ小学生の時に使ってたの。すごくない？結構役に立つよ。パスポートがあれば。そうなんや。わあ、でもこれ結構ちゃんと時差はありそうですね。国境あってパスポートがいる。クワララル、ん？時差1時間？嘘だ。本当ですか？1時間？え？そうなの？これ1時間なの？あんまり時差ないね。いや、やっぱこのね、嘘だよタワーのせいですね。嘘だよが間に挟まることによってちょっと信じらんない実は1時間嘘だよ嘘だよみたいな。1時間なんだって。本当ですか？そうみたいです1時間進んでるんだ。じゃあこれからはココアさんにハッピーニューイヤーって言ったら、もう夜の1時だけどって言われる。そういうことだよね。もう先にこっちはハッピーニューイヤーですけどってこと。あ、1時間早い。どういうこと？1時間早い逆。あ、私たちの方が進んでるってこと。1時間あ、日本が早いだって。じゃあ私がココアさんにハッピーニューイヤーったら、まだですけどって言われる。1時間まだ23時ですけど。そういうことか。まだじゃんけ言いそう。1時間。そっか。私もさ、じゃあさ、ちょっとさ、あのこっちの方に行ったら誕生日ちょっと遅れる？そんなことあったりする？今からでも遅くない？最大1日しか、まあ確かにそうですよね、遅らせられないですよね。ありがとう。ハワイ行けばいい。でもハワイ行ったことあるけど時差結構あった気がする。確かに。でも外国に行ったら朝がめっちゃ強い人になるかもしれない。夜が今強いからめっちゃ朝めっちゃ強い人になるかも。時差で。これありがとう。飛行機から日付変更線見えた。日付変更線って言っても線が引いてあるんですか？引いてないんじゃないの？引いてあるの？なんかさ、日付変更線ってどこなの？赤道とは違う？赤道は違うよね。地図にあるよ、日付変更線。
赤い線ありません。色道は横あったあったあった。何日付変更線って意味わかんない。あ、こっちに行けば日が進むのか。日が遅れます。え、なんで、え、どういうこと。一日戻る。え、もうなん、意味がわからん。え、カナダに行くとさ進まない。一日戻る、日本からスタート。え、日本が基準？あ、もう、もういいやんから。もういいです。もう大丈夫です。もうちょっと理解できないんで。太陽は日本が、日本から昇る。え、どういうこと？日出ずる国。え、なになになに？日本が基準なんですか？それは私たちが日本に住んでるから。え、どういうこと？地球は回ってる。え、そうですよ、地球は回ってますよ。太陽は日本から出発してる。左に行くと戻るんで、端に行ったらその右から出てくる。え？ガリレオさん？なんだと？日の出時間一緒じゃない？え、そうだよ、知ってるよ。玉の上にハテナが見える。え、マジで理解できん。こうやばい、やばい、いや、どうしよう。日付変更線に近いから。あ、そうなん。本当に？まあ言われてみれば近いですね。本当に？嘘だよが間に挟まる。ありがとう。なんかマイキュー見てたら元気になりました。え、それ大丈夫ですか？いい意味ですか？なんかこんなアホな人もいるんだなみたいな感じじゃない？まあ元気になったならいいです、よかったですまあなんか難しいですね。ね。いや、分からん。安心しました。あ、一緒ってことですか？私と。
時間は人間の作り物だから、なんかすごいですねそれは。確かにそうかもしれません。頑固ゆえに納得しない中村。違うよこれでさ、あ分かった分かったとか言ってもさ、全然分かってないんだって本当に。説明できないから。でもさこれってさこういうことじゃんか。でささらにさこうなってるよね、こうなってこう回ってるよね、そういうことだよね。私さこのなんか地図をさ平面に書かれたらマジで無理、分かんない。だって地球は丸いんだから。メルカトル図法、え、なんかその2種類ぐらいあるよね、なんたらかんたらなんたらみたいな。もう一個苦情ですか、え違います、メルカトルさん、え申し訳ございませんでした。こんなね地球儀なんて学校にね持って行きづらいですからね、平面にしてくださってありがとうございます。すいませんでした。苦情じゃないんですよ、私はちょっとあまりちょっとアホで分かんない。モルワイデ図法、あそんなやつ、そんなやつよ。すでに地球儀は持ち歩くといい。カバンからちょっと確認しますねってあんまないんですよね。でもそういう時地球は平面って説ある、誰が言ったんですか。宇宙飛行士、なんか〇〇っていう説、なんか世界って不思議ですよね。そういやさなんかこの間話してたんですよ、なんかおきちゃんと話してて、なんか私なんかまるで別人になったみたいなんだよねっていう話を前にしてたら、なんかそれは多分私はこうだと思うって沖ちゃんがなんか語り始めて、この世界じゃなくってもう一つ別の世界があって、その別の世界で生きている舞ちゃんが今の舞ちゃんなんだよって言ってきて、えどういうことみたいな、なんかパラレルワールド的な話をしてきてさ、なんかこの今の世界は別にもう一個あるみたいな、もう別のそう同じ時間で流れてる世界がまだあって、でなんかそこに同じようにまいちゃんが生きてて、でそこのまいちゃんと今入れ替わってるんだよみたいな言ってきて、別の世界、いやそう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 。だから今その別の世界で生きてるまいちゃんも多分戸惑ってるよみたいな言ってて、真面目に聞いたの、いや聞くよ、だって本当にありえそうじゃん、わかんないじゃん、自分たちはこの世界を生きてるけどさ別の世界があるかもしんないよ本当は。嘘だよって、ね、わかんないよ本当に。パラレルワールド、別の世界で私が普通に生きてるかもしんない、その世界線にはなかなか行けないけど。最近の科学では宇宙はいくつもあるらしい。嘘をつくな。え本当に、やばい、嘘だよが定期的に挟まるから今何聞いても疑うよ私は。嘘だよ嘘だよって、
でも不思議、不思議でいっぱい。そうだよ、宇宙は不思議でいっぱいなんだよ。でもそれ以上に海の方が不思議でいっぱいなんだよね。メビウスの輪みたいな、裏とか表の区別がつかない。メビウスの輪ってなんかあのあれ思い出してくるわ。トゥ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 、メビウスの輪って歌詞にあるよね。歌が出てきた。なんかこれ面白い女って、なんじゃこのギフト。ありがとう。面白い女。宇宙の果ては、宇宙は膨張し続けてるんですよ。こんな風にショールームみたいな、この角、角がないんです、宇宙には。もう端っこに行ったらどうなるんだろうね。私宇宙じゃ生きらんない。だって端っこが好きだから。絶対に行けません。もうそわそわしちゃう。端がない、端がない。マレー語の件どこに、あ、ちょっとマレー語から宇宙まで行きました。私はあの話が脱線するのが得意なんですよ。はい、すごくない？宇宙まで行くの。会話が迷子。守りたいこの笑顔。ありがとう。いやすごいよ本当に、話のぶっ飛び具合が。だって何、地図見始めてからだよ、うん、まあ想像するのは自由ですからね。なんで地図見てたの？なんか、あ、マレーシアってどこにあるかなと思って今見てたんですよ。そうそうそう、半島にありました。え、なに、何やった、おきちゃんの話から大きく脱線し始めた。もう本当になんか私が考えてもないようなことを言うんでね、本当面白いんですよ。博識な人が多いこのルームでしょ。すごいよもうね、本当に。前にもなるから、私最近おきちゃんのね気づいたことがあるんですよ。あのね、おきちゃんの可愛いところに気づいちゃったんですよ。ご視聴ありがとう。なんとよく食べ物を服につけてるんですよ。なんかいつもレッスン服とかになんかソースとかついてるんですよ。で、おきちゃんこれ何食べたっていつもなんかもう本当に汚れてない日の方が珍しいぐらいいろんなソースつけてて可愛くない？で、あーこれなんかついたってすごい言ってるんですけど、こぼしたいよって。で、そう、それを私なんか話しててしたら、なんかダンスの先生が
その話に加わってきて、いやそれねって、前から思ってたよって、けどねって、もう多いから言わなくなったんだよねって、いちいち言うほどでもないかな。私最近よく気づいたんですよね、ちょっと沖ちゃんが服にパイソースつけてるの、沖ちゃんに怒られる。でもその日沖ちゃんとご飯食べ行ったんですよ。そしたらなんか茶碗蒸し食べてたんですけど、沖ちゃんがなんか気づかないうちにあーってやってて、そう、その現場を見ました。かわいい。ありがとう。楽しそう。めっちゃ楽しいよ。こういうことでずっと大爆笑してる。本当に。うん。最近はね、おきちゃんがね、すごいね、テレビいらないとか言ってくるんですよ。なんか引っ越しの準備してるんだろうなって感じで、なんかなるべく多分物をもう持っていかないようにしてるんだろうなって感じなんですけど、テレビいらないとか、なんか大きいもの、あの机いらないとか、めっちゃさ、そうそうそう、多分ね、持ってったらね、それはそれでね、多分引っ越し代とかでお金もかかるから、そうそうそう、できる限りそう物を置いていこうとしてるんだと思うんだけどね。そうなんよね、東京ね、ちょっとね、遠いもんね、距離がね。でも陽気ちゃん持っていかないんだったら向こうで買ったりしないといけないから高くなるんじゃないって、逆にまたって、引っ越し費用は抑えられてもまた買うお金がいるんじゃないっていう話をしてたんですけどね、なかなか難しいですよね。テレビ、あるからな、家に。いや、チャンネル争いしないからな。そうなのよね。テレビ見ない人、家にない人、いや、まあそうよね、なんかさ、あれだもんね、なんか YouTube とかさ、サブスクのなんかいろいろさ、本当に普及してるからさね。 TVer 確かになんかさ、見逃し配信とかもあるもんね。まあでも私テレビは欲しいな、一人暮らしでも。チューナレステレビってなんだ？チューナー？マイキーはいつまで姉キューと住むの？どうしよう、どうしようかな。決めてないよ。チューナーってなんだろう、わからん。ディスプレイ？ iPad みたいな感じ？
つまで住むかなんか考えてなかったな。なんか実家にワンちゃんいるからワンちゃんが OK な部屋に引っ越したいっていう話を前にしたんですけど、引っ越し費用がかかるんだからねってなって話した時にだから多分今はもうずっと一緒だから気配ないね、その一人暮らしする。やばい、私一人暮らしとかしたらできるかな。怖いんだけど、家が怖い。霊的な、そう、いや普通に怖い怖いってなる。あの一人で家にいるのが怖いんだよね。本物の G は、いやまあ G が出ないぐらいの階層に住みたいよね。なんか高いと出なくない？多分 G も登ってこない、その階までは。高層でも G おるよ、飛んでくるよ。なんでそういうこと言うの？エレベーター乗る、え？なんで？エレベーターで来るの？ G？ どうやって来るの？ G？ 誰かとさ一緒にエレベーター乗らないとさ、ボタン押せないんだから G は。でも排水口のさ、なんか分からん、そこら辺通ってくるんじゃない？Gをなめるなってきた。GG階段登るの？見たことないんだけど、階段登ってる Gダンボールについてくる。あ、それはついていきそうだな。私見たことないよ、あんまり G。てか普通に実家で暮らしてる時そんないなかったけどな、 G とか。でも謎におばあちゃんちとかって G 多いんだよね。とかなんでなんだろうね、あの現象。ここももが退治してるかも。いやー退治しないよ、ここちゃんももちゃんも結構ビビリだからね。じいちゃんもいるえ、じいとじいちゃん何言ってんだなるほどね、じいちゃんもいるからね。ありがとう、ももちゃんビビリですよ。ココちゃんもビビリだけど、ももちゃんはね、まあ基本的に何でもビビリ、ビビリってかなんか物探ってるからね。ありがとうございます。そう、多分見えんから怖い。そうそうそう。基本ね。番犬？番犬？番犬じゃないですよ。看板犬。ワンワン。可愛いんだから。すごい、なんかポップコーンのギフト、かわいい、あ
ありがとう。今何時だ？34分だった。知らない人に吠えたりするの、どうだろう、吠えないかも。常になんか尻尾振ってるわ。うちの犬の鳴き真似鳴き真似する。感じ。でもずっとこれ、本当にこれ。でもなんかずっとこれしか聞かん。なんかワンっていうの聞いたことそんなない。なんかたまにももちゃんがワンワンって言ってるけど、ももちゃんのそのワンは聞くけど、ワンは本当に聞いたことない。配信でも、そうだよ。配信でも、ブーブー言うよね。それは、ココちゃんでしょ。ココちゃんは、鼻腔がちょっと狭いの。ココちゃんはたまに、ワンまではいかないけど、ワンみたいなのは言う。ワンみたいな。ワンって言いすぎて、だんだん怒ってきたとき。なんかゲージから出してもらえないときに言ったりするんですよ。ワンワンワンって。で、それで怒りが溜まったときにたまに言う。ワンみたいな。ワンみたいな。もう、ワンみたいなのは聞いたことないけど、ワンみたいなのは聞く。かわいいんだよ。聞かせたい。切れるのか、たまになんかちょっと訴えてる自分の気持ちを。そう、自由に外に出たい人たちなんですよ。かわいい。ありがとうございます。お散歩好きか。ももちゃんは基本好きだけどね。ココちゃんは晴れの日は好きだけど雨の日は嫌いそうだな。濡れるのが嫌なんですよ。すごい、これウインクしてって可愛い。キラーン、ありがとう。すごい、投げ中してとかある。結構来てやっと、ありがとう。今日はサービスがいいとかやめてください、本当に。
投げ中してウインクして。こっちの目だけならできます。もうちゃんとこっちも閉じかける。右は絶対できんな。カラコンウインク。てててん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 。絶対ウインクできん。なんかガタガタ言ってるんですけど、ガタガタっていうのはそういうガタガタじゃないですよ。姉級じゃなくて、なんか上か隣か分からん。ガタガタ言ってますね。壁ドン？私はこうやってマリオみたいに。でーん、上の階。ジョケンさんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。42分歌って対抗しよう。あー多分ね、そんな壁薄くないんで聞こえないと思うんですけど、よいしょ。ご近所付き合いとかは一個もないですね。もうなんかありますか最近そういうの。ないよね、ご近所付き合い。ないですね。どこまでさ、挨拶行くの？横の人、上の人と下の人も行く？上に引っ越してきたものです。下に引っ越してきたものです。行く？え、どこまでやるの？そうなの？横だけ？上下横？そうなの？行かないって人も多い。
ね、なんかあんまりそういうの最近ないイメージだな。逆に引っ越しの挨拶されたことないの？ない。ないよ。でも人見知りだからな。ってなる。そうなんですか。お願いしますくらいしか。話さないよ。くねくね。ビッグハートありがとうございます。なんか歌おうかと思ったけど47分あんま時間なかった。ありがとう。回覧板ないな。回覧板とか、回覧板って懐かしいな。一曲いける、一曲って一曲、一曲、本日の一曲みたいな。クマありがとう。ちょっと待って、最近ちゃんとくくってるんですよ。こうくくることによってあのこうグニャグニャってなるのをちゃんと防止してます。あうん、賢いでしょ。今日の前半のショールームを聞いてた人は多分賢いって思ってないです。声低くないですか？そうなんです、低いんですよ。長村舞です。48分、48だわ。48わ、ちょっと待ってね。じゃあこの間リクエストされてたやつにしよう。いや、ちょっと歌えるかな歌えるかなと思ってきたわ。ちゃんとねメモしとったんよ。
じわるじわるってじわる。メモメモしい、メモ、いやメモメモしいね確かに。うわ結構高いよねこの曲。ああ本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない、見つめ合うほどに切なくなるんだ、不意に思い出がじわるで。冷たい風の中で桜のつぼみを見つけた時、僕たちの別れの春がそこまで来たと知った。悲しみを乗り越えて、人は優しさのその意味気づくんだ。君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、さていつの日か会おう。 Love you I say goodbye my darling。 なんか卒業って感じがしますね。駅へと続く坂道を何度二人で歩いただろう。桜の花が散って一言でしかなかった。昨日とは違う道を行ってみたいって思ってたんだろう。君が一人きり悩んでいたことを随分前からわかってた。自分で答えを出さなくちゃダメだ。だから何も気づかぬふりしてた。新しい人生決心したなら、僕は微笑んで見送ろう。あの日の出会いに悔いはない。 Thank you 今日までありがとう。君が幸せになれば、じわじわにじむ、yeah、 君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して出すんだ。君がいないのは寂しいけど、Someday いつの日か会おう。 Love you I
なんてことだ、なんかなんてことだですね。卒業って感じがする。まあ卒業ソングだよね、ナッシーさんの。ピカピカありがとう、ポップコーンありがとう。今度あれ歌おう、10年後にまた会おう。うん、ちょっと56分になっちゃった。なんてこと。くれない歌って。くれないにさまだこの俺を慰めるやつはもういない。行くぞ。もう二度と届かないこの想い、閉ざされた愛に向かい叫び続ける。歌ってほしい。くれないだって言えばいい。でもね、ちょっとトシさんの声はね高いんですよね。キー下げたいな。熱唱してる。ラスティーネイルね好きよ。どれだけ涙を流せばあなたを忘れられるだろう。高くない？本当にキー下げたい。どこまで歩いてみても涙で明日が見えない。ここからピアノ、乾燥のピアノからのジャーンドラム。58分。待てー、誕生呼ぶからね。マサさん、ドラガンさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、シギさん、きなぺこさん、ボンちゃんさん、東京のソワンさん、くまねパパさん、シーサーさん、南波のひさとさん、福ちゃん丸さん、太郎くんさん、今日も川きゅうさん、ありがとうございます。おっとっと。おつきゅう。おつきゅう。また明日。おやすみ。また明日。明日何曜日だ。明日は水曜日です。明日は水曜日だ。水曜日だ。え、明日水曜日。え、本当に水曜日か。水曜日だ。おやすみ。また明日。またね。おやん。